皆さん、こんにちは。モノモースです。今日の動画では、レッドソックスの吉田正直選手に関するニュースについてお話ししたいと思います。このニュースは特に注目を集めているので、しっかりと解説していきますね。まず、吉田正直選手とはどういった選手なのか簡単に紹介します。吉田選手は、日本のプロ野球チームオリックスバファローズからアメリカのメジャーリーグ、レッドソックスに移籍した選手です。驚くべきことに、彼は5年総額9000万ドル、日本円にして約110億円の大型契約を結んでいます。しかし、最近 最近の評価はああままりりんばしくはありません今回のニュースでは、レッツとナショナルズで GM を務めたジムゴーデン氏が吉田選手について辛厚なコメントをしています。ゴーデン氏は、彼はどこにも移籍しないと断言しているのです。なぜなら、吉田選手の現在の成績や契約の重みを考えるとトレードすることが難しいからだと述べています。具体的には、吉田選手は今季、負傷による影響もあり打率275、日本塁打 OPS736 という成績にとどまっています。昨シーズンはシ出ラシ争いにも絡むなど、 成績を残してててていいままししししたがが今期は指名打者とととのの出場がほとんどで守備や総類に関しても平均以下との評価を受けていますしかし、ここで私の考えを述べさせていただきます。確かに、吉田選手の現在の成績や評価は厳しいものですが、それだけで彼を評価するのは単純だと思います。吉田選手のコンタクト能力や出塁率は非常に高く、その点で綿のセンスと比較しても優れています。また、彼の打撃スタイルは日本とアメリカでは異なる環境であるため、適応に時間がかかるのは当然のことです。さらに 私は注目したいのは吉田選手のメンタルの強さです。アメリカのプロスポーツ界での厳しい競争下で彼がどのように自分を成長させていくかが鍵になるでしょう。コメントの中には、吉田選手がプロ中のプロとして契約に見合う成果を示すべき、との声もありましたが、私は彼がこの経験を糧にさらに成長することを期待しています。最後に、視聴者の皆さんに伝えたいことは、吉田選手の冷静な評価とエールです。確かに現在は厳しい状況ですが、彼が持つポテンシャルと努力試合で逆転する可能性は十分にあります。 今回の動画で少しでも吉田選手に対する理解と応援が広がれば幸いです。それでは今日の動画はここまでです。チャンネル登録と高評価、コメントでの意見交換をお待ちしております。モノモースでした。